中日松木氏が、支配下登録へ選手枠70人のラスト1枠を勝ち取る。中日ドラゴンズ松木平裕太支配下登録が決定、本日から1軍合流予定。来たー。おー、松木だよー。ガチでおめでとう。早速やけど完封してくれん？これはガチの朗報。こないだの2軍戦登板スキップはこのためだったんやな。横浜戦でお披露目になるか。昨日やって登板予定。よかおめ。存分にチェンジアップ見せつけてやってくれ。木曜待つきたいかな。あかん、明日も仕事なのに興奮して寝つけない。今年の支配下は小田栗ロド板山岩崎松木氏らか。およそ上げたい人は上げ切ったと見てええか。空き番号0 21 23 40 56 61 62 65 69 70 74 98 61か62かな。松木対おめおめ、結構空き番号あるな。98とかどうや。ぶっちゃけ今年の支配下はないと思ってたわ。あって今年のオフかと。松木氏ら支配下決定か。70枠完全に埋まったな。来週の8連戦どんなローテになるんだろうな。松木隊が2軍ローテから外れてるの気になるんよな。火曜の2試合は小笠原、金曜の高橋、日曜の松葉。ここまでは間違いないとして、この間熱中症の涌井は土曜バンドに、梅津は間隔空けて月曜の神宮とかじゃね。木曜はメシアとして水曜誰やろね。大野も柳もいけるっちゃいけるんだろうけど。よかったわ松木隊。ようやく報われたな。松木隊支配下ってことは近日中に無償含めた何らかのトレードある？あるわけない。火曜日から8連戦で先発足りないから支配下にした。これで今年の補強は終わりだ。枠開けたとこで補強しなきゃ意味ないし、どうなんだろう。個人的には外国人先発欲しいけど、良き案件あるのかな。木曜メヒア、土曜松木隊かな。デビューにハマスタはやめてあげてね。先週2軍で投げてないし、明日から合流だし、普通に考えて木曜日だろう。大松期待、ついに支配下か。よかったな。これまた後半戦の楽しみができましたわ。このタイミングってことはハマスタで先発させる気はする。登板間隔考えたら水曜松期待、木曜メヒア、土曜涌井、月曜梅津だとしっくりくる気はする。松期待は家庭環境複雑で苦労人だから応援してるわ。柳が2軍で2試合投げてもいまいちで、そろそろ松木隊来る予感あった。支配下したからには近日中に1軍デビューする予定はあるんだろうな。先発させるかどうかは別にして、他にあげるやついないから。まあ妥当やな。もう7月出し枠は消しとく意味もない。松木隊支配下登録されてよかったな。松木平おめ、昇格ってことは先発させるんだよな。まずは5回投げ切ってほしい。松木隊頑張れよ。週末が天気崩れそうだけど、ちょうどバンドだから6連戦までは確定だな。神宮で天野投手が登板するかどうか。これで枠終わるとか編成腐ってるな。頑張ってたからね。高橋と一緒に支えてくれると嬉しいわ。もう育成から上げたい選手もおらんし、別にええやろ。別にビハインドで投げる近藤廉にそこまで関わるような現状じゃないからな。予定早まったんか。まあ柳や大野があんな調子やでな。とりあえずよかおめ。他にも何人か2軍で防御率良い育成いるけど、完全に道は立たれたな。モチベーション大丈夫か。小田を今からでも育成に戻せないのか。締め切りが近いから枠を埋めないといけないんだよ。小田やいはおさっさと登録したから、今季はもう石川翔を登録できなくなった。いわって最近全然見ないけど、どうしてる？モチベーションというか、支配下の登録期限の締め切りが間近だから、他は来年以降だよ。シーズン中の育成に戻すことは違反になるよ。よかおめだけど、これで追加の外国人はほぼないのが確定か。まあ、西武ソフトバンクのトレードみたいに、支配下と育成トレードで枠を開けようと思えば開けれるけど。中島と小田を独立に無償トレードしよう。枠の話してる人いるけど、枠関係なくもうすぐ支配下上げられなくなるぞ。
松木隊レベルのパフォーマンスを見せてるのが松木隊一人しかいないのなら今70だろうが69だろうが変わらん。それを実際やろうとして選手会どころかリーグの会長まで敵に回した球団がありましてね。中島フルス復帰が一番後腐れなさそうだな。シーズン中に上げるかシーズンオフに上げるかの話だったし、近場で先発足りないなら空上げるわな。これからまた一軍とのレベルの違いに苦しむかもしれんが、十分期待できる選手だと思う。もう7月なんだから埋めても問題ないだろ。松木隊頑張れ、おばあちゃんに晴れ姿を見せてやれ。この一苦労人だから応援したくなるわ。支配した前抜群の成績を残したけど支配下後にホッとしたのか苦労する選手も多く、マルクや近藤廉もそうだった。松木隊にはこれがゴールだと思わず、ぜひ松山みたいに欠かせない戦力になってほしい。もちろん近藤廉も来年こそはと頑張ってほしい。つい最近下の抑えで登板してたよ。マルク変則だし、見に行った時は良い球投げてたからこれはなかなか打点やろと素人ながら思ってたけど全く通用しなかったな。松木隊が一軍に来てシーズン終盤に巻き返しできたら今年はもしかするかもしれない。近藤は抜群ってほどでもなかったけどね。もう風前の灯火だったところにフォーム変えて少し好投したってぐらい。例の件でめちゃくちゃ近藤を過大評価してる人がおるけど、まあ育成は育成だなってレベルだよ。もちろん活躍はしてほしいけどね。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。